行っちゃいます。二度目の正直だ。これ雨降ってきちゃいましたね。最悪やわ、ほんまに。幕だけっていう。おはようございますね。いい朝になりましたね。これ日が出てね、気持ちいい朝になってます。でもね、さっきから雨が降ったり止んだりしてるんですよね。タープやね、この幕の方、テントの方ですね、もう濡れちゃってるんですよね。帰るまでにはね、乾いてほしいです。ほんとまた降ってきそうですね。あー、帰る時には乾いてほしい。さあ、よっしゃ、お、もうね、見てください。低温仕様のね、CB 缶じゃなくても普通にガス使えるようになりましたね。それだけ暖かいってことですね。ありがたいわ。あ、油に出てこ、油は白濁してます。昨日もね、溶かしてましたからね。あー、わ、入れすぎや、ちょっと入れすぎた。いつもオリーブオイル入れすぎちゃうんですよね。よっしゃ、チキンライスだ。これ冷凍のチキンライス買ってきましたね。あー、で、わ、めちゃくちゃいい匂いしてる。めっちゃいい匂いする。あー、ちょっと、焦げちゃう。ぜひ緩めよう。あ、もう炒めるというより温めるという感じですね。ありがたいわ、冷凍最高。しかもめっちゃいい匂いしてる。あれ、
キュート。あ、うまそう。あったかい。ああ、腹減った。いつも朝はね、お腹がもたれてるけど、ちょっと食べるとやっぱ回復しちゃいますね。よいしょ、よいしょ。あー、割れちゃってる。大丈夫かな。でかすぎたかっていうか。よし、次はね、こっちに卵入れていこう。ちょっと米とか残ってるけど、でちゃんを入れちゃおう。よいしょ。よいしょ。卵の殻が入っちゃいましたね。ああ、よっしゃ、オッケー。うまそう。ちょっと塩しようかな。あ、またや。そして塩、塩、塩ですね。よっしゃ、よっしゃ、できたぞ。あとはフライパン温めていっちゃいましょう。よし、ここにバターの方ドーン。あー、うまそう。あ、バターのいい香りやわ、これ。たまりませんね。めちゃくちゃいい香り。たまらんわ。バターね、ちょっと焦げやすいんで、ちょっと弱火にしよう。して弱火にしたら、よし、ちゃんと濡れて、よし、卵一気にいっちゃいますよ。うわー、あ、弱いかな、ちょっと弱いかな。あばばばあばばあばばばば、なんか黒い、なんか黒い、なんか黒くなってる。ちょっとね、周りを剥いで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 。テレビではね、これでね、ちょっとこうやってね、トントン、手首をトントンとすると帰ってくるようなことを言ってたけど、帰ってこないぞ、帰ってこない、帰ってこないぞ。なんでこれ、あ、帰ってきた、帰ってきた、ちょっと帰ってきたよ、ほら見て、ちょっと帰ってきてるけど、帰ってきてる、帰ってきてるけど、割れてる、すでに割れてる、もうダメや。よし、これでちょっと、ああ、絵が撮れた。さっきのが失敗したんでね、2回目になります。さっきね、ちょっと感じがつかめたんで、よっしゃ、次は成功させるぞ。油をね、まんべんなく入れて、このちょっと火が強すぎるんかな、これ。でも火が強くないとね。よし、いっちゃいますよ、行っちゃいます。2度目の正直だ、これが。こうやってね、テレビではね、空気を入れなさいって言ってません、ガーってかき混ぜてね、
き混ぜなさいって言ってましたね。よし、これぐらいやわ。さっきはねこれぐらいで失敗したよね。これぐらいでやめてなかったよ。これでやめたらちょうどいいよ。ちょっとトン、トントン、あ、トントンできトン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 、ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て、よしよしよし、滑っててない、重たい、あ、重たい、滑ってけよ、滑ってけよっていう感じ。このね、絵がね、よいしょ、ああ滑ってかない滑ってかない、ああもう重たすぎる、これがフライパン重たすぎる。こんなもんね、終わった方が早いんじゃない、こうやった方が早いっしょ、これ。これこうしよう、もう。丸まらん。ああ、もう火も通っちゃうし、これなのやってたら。あ、こっちや。こっちに返さなあかんね。きっと。そうやわ、きっと。これでいいよ、これで。ヘラじゃない、ヘラ。このヘラ潰れてるし。よっしゃ、これちょっともっとボリュームがやっぱ、あー手首やられる、よいしょ、あーもう割れちゃってる、いっちゃいますよ、これこれよ、ここここ切っちゃいますよ。あら、あーまあいいかな、いいかな、ドロッともっと出てくるはずなんすやっぱプロとは違うわ。まあ美味しいでしょう、食べてみましょう。あー、ふっくらいかもないもんですね、やっぱりね。今日のスープはほうれん草のポタージュになりますね。こういうの美味しいから、本当にちょっと少なめの方が私は好きです。よし、それではいただいていこう。さあできましたね。なんやかんやでね、まあ食べれる、食べれますからね。いただいていきます、いただきます。よっしゃ、まずケチャップ、ケチャップ、うん、うまそう、うまそう、美味しそうやわ。よし、ケチャップライス、ケチャップですね。食べちっちゃいますねって感じじゃなくてね、もうね、これ撮影で、ね、待ってるだけでもう卵の方固まってきてますね、これ。すげえ、やっぱシビアやわ。プロは違うわ、やっぱりすごい。プロの場合ふわふわな感じでしたからね。でも美味しそう。さあ食べちゃいますよ。あ、うん、うん、うまい。卵これ これぐらいの方が美味しいですね。ふわふわ、うん、こりゃいいわ。これぐらいのね、半熟度の方がうまい。半熟じゃないですよ、しかもだいぶ、うん、うん、卵がいい仕事してる。そしてスープですね、熱そう。あー、うま、うまい。スープは体も温まるわ。最高ですね、本当に、
ワンちゃんたちもね、もうねだいぶ暖かくなったからかよく出てくるようになりましたね。うん、よかったよかった。もう春やわ。こっちはねバターだけで、こっちはねちょっと塩も加えたんですけど、塩を加えた方はねなんか食べた感じね、普通に卵焼き食べてる感じですね。ほんと、うん、バターだけの方がいいかもしれません。ゆず、あずき、ゆず、ゆず、はい、ゆず、ゆず来へん、届かへん、あれ。はい、お客様、お客様、本日は、はい、和牛の筋になります。こちらでよろしいでしょうか。こちら、レアで焼いてきますね。はい、できましたよ。はい、よし、それゆず、ゆず、待て。もう何でもこれやればいいと思ったんだ。よし、よっしゃ、よう食べよるわ、ほんまにありがたいな。ほんま健康でいてください。健康が一番ですからね、本当に。そして私は豆乳ですね。この最近の豆乳って本当飲みやすいですよね。わあ、小豆なんかもう食べちゃった。昔ね、子供の頃に飲んだ豆乳ってなんか聞きまずだったイメージあるけど、ゆずちゃんも終了。ああ、よかったな。ワンちゃん飼ってる方はね、これね、前回来た時のサイトは下だったんですけど、今回選んだのはこの展望サイトになるんですよね。ワンちゃんサイトの中でも展望サイトっていうのがあって、下と全然違いますよ。下よりもねこの展望サイトの方が夜景もね綺麗に見えますしね、おすすめです。しかもね、一番いいのは孤立してる感じですね。ここだけ、下はねお隣さんとかねいっぱい来るんですけど、ここはねお隣さんがいないんですよ、ほとんど。ちょっと離れたところなんでバッチリです。絶対的に展望サイトをおすすめしますね。あ、美味しかった、美味しかった。雲もこの流れていくのがまたこれいいですよ。さあ、もう帰りたくないけど帰る用意していきましょう。撤収の方していきますね。最高です。あ、いいな。
あとね、巻くだけになりましたね。もうね、巻くだけになったら見てください、雨降ってきちゃいましたね。最悪やわ、ほんまに巻くだけっていうかね、もうタープもね濡れてるんですよ。結局家帰って干さなあかん。ああ、せっかく晴れてると思ってたらね、なんか雲流れてきちゃいました。タープも濡れてるし、膜も濡れてるし、もう、あー、ついてないってありますね、本当に。もうこのまま天気良くなってくれるかなと思ったのに、雨やわ。向こうの方は晴れてるけどな。オスメスの中です。ええ、もうベロベロいきます。ちょうどここ借りて、はい、そう、あのタイガーブルードですね、虎柄みたいな感じなんですね。よっしゃ、よっしゃ、思った。あ、あれだ、